時々自分で思わなかったか、はい、俺は病気かなって思いましたよ。思いますよね。一体どこまで出るんだろうって。どこまで続くんだ。体が丈夫だから。体が本当に出るんですよ。病弱になりたかったもの。1日ぐらいは休みたいと。本当に毎日毎日勤労オナニーですよね。もうさあ、でも本当にね、俺性欲のないやつが羨ましくて、クラスにいたでしょ、性欲のないあのジャニーズみたいなやつっていましたよ、なんかね昔。植物系のね。植物系の。今で言うそうですね。もう俺ら違うんです、グループがもう吹き出物だらけでね。濃い海だか精液だか分かんないみたいなね。そんなのばっかり集まって。汚ねえな。でも現実。あの夏場でもポケットから手出さないやつっていたでしょ。あの先生から怒られるやつ。どこばいじりよとか前は。どこばいじりよとか。とか手出せ。どこばいじりよとか前。そんなやつ。そんなやついたでしょ。頭の上に手羽受け。授業中。すぐ下に持っていくから。それでもうあのエロ本見るとすぐ反応しちゃう。はい、そうですよね。もうね、もう何にも考えられなくなって、もうあのなんか本当変態って言いましたよね。変態が生き生きあの生活してました。あの女子のバレーボールの部室に入ってブルマン敷き詰めて裸で転がったりね。そんなやつはいない。あの半端じゃないね、活動、もう躍動するスケベ、はい、鼻にこぞ。鼻にこぞはね、もう若さをそこにしかぶつけない。ほら、とにいた。青春とは何だ、青春とは何だ、ね、すごい。あの匂いのするやつっていましたよね、なんかね。それ汚ねえな。あれすごいな。でも、なんか本当に。それが一息ついたのが龍馬だったですよ。だから一息ついたのが。でもやっぱり最初に龍馬が行くって司馬遼太郎さんの本を読んだ時に、うん、やっぱりもうただひたすら、うん、龍馬はなんでこんなにモテるんだろうっていう、うん、あ、そうですか、うん、そこでオナニーもある程度加減しなきゃまずいなって。龍馬がね、オナニーした形跡がないのか調べてもね。モテてるんだよな。司馬遼太郎の本に書いてないな。書いてない、書いてない、モテてるからですか。モテてるから、やっぱ女が寄ってくる男、な、それで女が寄ってくる男になりたかったの。で、あの龍馬が行くには、女が寄ってくる男のタイプが書いてあるんですよ。なるほどね。それがね、その思春期、青年期の動機ですよ。はいはい、なるほど。ごめんね。なるほどっていう。なるほど。話がバランバラに。坂崎も、なるほどって納得する。そんな納得するの話か。でも、明らかに坂崎くんだって、目に浮かぶだろ、そういうやつっていたよな。いますよ。特にやっぱ思春期は。目が変なやつ。ね、もうこいつ変態しか、変態しかなりようがないってやついたよね。いましたね。女の子がもう見ただけで気持ち悪がる子ね。目が濡れとうとかなんかいたんでしょ。ウミガメの卵。よく昔ミルクセキ。ウミガメの卵。卵を産むウミガメの目とかっていうのはいましたよ。ドローンとコロイド状の目の潤み方したやつが。それ今浮かんできちゃったよ。卵を産んでるのに。いたでしょ。目が見ました。それちょっと話進めていい？いいですよ。それで大学生になって本当あのウミガメでずっと生きてるんだけど、まあ龍馬も知って色気づいて、それで喫茶店で入る。でここで大きい話だけど、やっぱり隣の町から聞こえてきた評判ってのがでかかった。それはやっぱり大学2年の時に広島商科大学4年吉田拓郎っていうのを僕ら福岡の街で聞いたんですよ。ウミガメの、ウミガメが初めてウミガメが音楽を聴いて、おら驚いたで。イメージの歌を聞いたんだけど、それが最初ですか。これは違うと思った。へえ、それまで音楽はどうだったんですか、哲也さん。まあ女が寄ってくるんだったらやりたいと。もうおたけびよね、一緒のね。なんかオラウンターの盛りのついたオラウンターみたいに。そう、オラウンターが音楽やったっす。そうそう、だってフラワーズゴーンとかそんなの歌ってたわけでしょ。グランドファンクやってたって噂を聞きましたけど、ドアーズみたいなのやってたんだけど。吉田ドアーズやったんですか。うん、でも吉田拓郎のやっぱりイメージとか、マーク2とかショックでしたよね。ですよね。こいつ隣ましたけど女にモテてんだろうなっていうね。声聞いただけで、あ、こいつ女にしてない。